ジャンピングポッキーパーティー、ブラッキーさんのコースやっていきます。ポッキーパーティー、あれこいつなんだっけ、サンボだよな。ディン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 ディリディディ、フラパの上をサンボがめっちゃくねくねしとんな。ディン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 、リフトとサンボ、よし、ディン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 、オーケー。お、なんかそんな難しくないか。でぃりり。ちょっと待てよ。ふい。え、全然合わないんですけど。全然間に合わない。ええ、急に難しくなった。なんだろう、ポッキーってこのサンボの英語の、英語の名前がポッキーなんですかね。おお、びっくりした。ディンディンディン、やばいことになってやばいことになってる。顔面を踏み続ける。どうしたんだあいつは、なんであんなことになった。前世でどんな悪いことをやらかしたんだこいつも。頭にパラシュートつけられて落とされてんだけど、あいつ完全にもうやばいな。サイコパスですかね。このコースの制作者はサイコパスかもしれない。やばいだろ。いなくなった。いなくなったって言ったらいた。ディリリッディティン。ジャンプキング。サンボの頭とバネの上をジャンプする。オッケー。ディリリッディティン。ディリリッディティン。ディリリッディティン。オッケー、オッケー。おーし。まあまあまあ、案外すんなり来たか？よーし。最近ね、このワンアップのバーがね、うまく切れないという評判なんで、ここはね、ワンアップを、おいー、取って、ヨッシーにさらに乗る。どうですか？ワンアップも取るし、ヨッシーにも連れていくというね。いやーし。まあ、中盤の、なんかね、1個目の中間あたりかな？取った直後あたりがね、ちょっと難しかったですけどね。まあ、それ以外は、まあ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 、なんとか、いける感じでしたがね。クラッシュバンディック、ロードトゥーノーウェア。クレジットが 0.1% のコースですね。クラッシュバンディック、まあ名前とかね、キャラは見たことあるんですけどね、ちゃんとやったことないんで、どうなんでしょう。ロードトゥーノーウェア。元ネタに関してはよくわかりませんが、やっていきましょう。50コインを1枚取ってからゴール。なんか再現系なのか。でも、クレジット 0.1% なんで結構むずいと思うんですよね。3段ジャンプ、やべ、やや抑え気味で、あそこはくるってやんのか。3段踏んでくるってやってから、踏んでくるってやって投げる。はい、ここも、これスピンじゃなかったっぽいね。投げて普通のジャンプか。オッケー。でこれはこれ投げると、ちょっと距離が足んねえぞ。よし。やべえ、飛んだ。ここも投げてから踏む。よし。ほい。何、飛び越すな。結構ね、微調整が必要っすね。微調整が必要っすね。うまいことね。このふわふわしてる雪玉が予想以上に。惜しい。よし、向こう。そういう感じですか。投げくる。スピン。オッケー。飛んで、またこれは。雪玉回収してからか。ちょっと、くるせ。雪玉がなくなっちゃったんですけど。オッケー。はい、ここで一旦落ち着いてからか。やべ、全然勢い足んない。全然無理。これちょっと勢いをつけましょう。怖い。なんだー、コイン50、上行くのか。50コインそもそもまだないんですけど。キー、これ何、これなんか、雪山じゃない雪玉をぶつけて
待て、ここに雪玉を置いてこれで登っていける。いやここで結局うわチャンス1回しかないわ。1、2、3、はい、よし、ほっほっほっほい、よし、ここでちょっと勢いをつける必要がある。でここはこれでいいか。うまくね投げたら踏める、踏める。50個にここにあったい、そしてゴールだったい。えいえさ、いやー結構きつかったぞ。なんかね見た目よりも多分難しい道とか狭いわけじゃないんだけど、予想以上にその雪玉とかね素直に走って飛んでいくだけだとタイミングが合わないんでね、結構パッと見じゃ分かんないですけどタイミングをうまく調整したり、ジャンプの高さ調整したりする必要がある。いやー難しめのコースでした。プラットフォームゲームリフト乗り継ぎゲーム3、土星さんのコースをやっていきます。ただいま鼻がかゆい、鼻がかゆい、ちょっとどうしようかな。ドゥ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 、よし、まあ普通にリフト乗り継ぎコースと、いいね、いやーマリオ1、マリオ1初代のマリオ1なんかはね結構このリフトがうわいい感じにね難しいアクションだったりするんですけど、結構マリオ1のリフトはかなり癖があるからな。その本当の本当のマリオ1の方ね、マリオメーカーじゃなくて。おっとなどと言ってるうちに中間がガリガリのタイミング、およしよし、なあ天井、天井注意か、天井注意ゾーンこれね、よし、いやーちょっとよし、結構この辺から、うう、あそれ、ああなあ、ただ飾りかそのレール、上上がっていくかと思ったよ。結構この辺勢いが、緩急がついてるね。ここは急いだ、うう急ぐな、急ぐ急ぐ急ぐとこと急がないところがある日本語が間違ったことは言ってない。緩急がね、コースに緩急がついてると言いたいわけですよ。おいしょ。おいしょ。ちょっと待ってから渡っていく。ちょっと待ってから渡って。怖っ！いや、そこ怖すぎでしょ。あれ？この辺か。この辺怖い。この辺怖い。よいしょ。何やんないし。さあ、そして。ここで、これさっきもあったな。あ、ちょっと早すぎたか。ちょっと迷った。リリ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 、よし、ここで落ち着いて、落ち着いて、まあね割と落ち着けるからな。ここはしっかり冷静に2個、ここのリフトは2個、むしろ2個しかないことによってタイミングが測りやすい。よしよし、これはいい、怖っ、こうやって登っていくか。おお。てか長いな、すごいボリュームあるぞこのコースよいしょ、結構な、おー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 おお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 お、もう使ってんのはリフトだけなんだけど、うまくその配置だけでね、配置だけで結構コースに変化を見せていましたね。リフトだけでね、こんだけの長いコースでちゃんとコースに変化も作れるということですよ。コース作りは工夫ということです。なんちゃって謎のまとめが入りました。はい、そんな感じで今回は終わります。ありがとうございました。